コズの趣味部屋へようこそ。早速ね、箱の外観を見てもらいましたが、今回ご紹介するのはドラゴンクエスト大の大冒険からね、大、はい、主人公の大ですね。そちらがことぶき屋さんからね出ました。はい、でこちらね、一応大のデラックス版っていうのを購入しました。はい、まあ、何が違うかって言ったらね、おいおいね説明させていただきたいと思います。はい、でこれはね、一応ことぶき屋さん限定のやつなんで、早速ねまたブリスターの状態をチェックしていきましょう。はい、ブリスターの状態ね、また回転して見ていただきましたがね、一応ねこちらは、まあ、ゴメちゃんはあれですね、普通の通常版だと、あのブラスじいさんとゴメちゃんがついていないんですが、ことぶき屋で買うとね、通常版だとゴメちゃんがついてくると、ことぶき屋限定で。はい、でこのデラックス版はっていうと、もうことぶき屋限定なんですよね、うん、デラックス版自体が。でデラックス版の何が違うかといったら、まあブラスじいさんがついてくるのとゴメちゃんが2種類ついてくると、普通に眠っているバージョンと通常のバージョンと、そちらが2つついてくる、はい、ということですね。で一応ねこちらね、珍しくね、ことぶき屋さんで、まあ自分が初めてなのかわからないんですけど、発行ギミック付きなんですよね。うん。それがまたね、ちょっと自分的にはそそられるものがあったんですけれども、まあ、とりあえずね、一つずつね、パーツとか、うん、紹介していきたいと思います。では、ブリスターからね、取り出しましょう。まずはね、プラス G さん。見ていただきましょう。こちら。いいですね。めっちゃ味があるわ。もうそっくりですね。うん、忠実に再現されてます。このシワの寄り方とかね、造形もいいですね。完璧じゃないですかね。でブラスじいさんにはちゃんとね杖がついてますね。はい、これを持たせると、はいはい、こんな感じですね。で続いてゴメちゃんですね。はい、ゴメちゃん、こちら、はい、いやゴメちゃん素晴らしい、まんまですね。はい、まんまゴメちゃん。でこちらが眠っているやつですね。うん、いや再現度高いね。うん、これは素晴らしい。はい、で続いてね、台に付属しているパーツ類ですね。はい、まずねこちらは支柱ですね。まあ、なんてことはない支えの支柱でしょう。はい、で続いてがね、剣を収める鞘ですね。2パターンありますね。で1パターンがこちらですね。うん、
まあ、大体中盤ぐらいの時のね鞘ですね。でもう一つがこちら、こちらが終盤ですね、うん、はい、この2パターン、まあ、どちらで持たせるかは選べるみたいですね、はい、次が剣ですね、はい、こちら、まあ、剣の先ですね、はい、うん、これが別で入ってますね、はい、で早速漢字の台本人、こちら完璧ですね。もうめちゃくちゃかっこいいし、もう似てるまんま台ですね、はい、しかもこうやってね前に飛び出すこの躍動感完璧ですね。これね決定版じゃないですかね、台のフィギュア、いやこれは素晴らしい。でこれにね剣をつけますね、こうやってね、はい、こんな感じで、いやすげえ、まあ、構えからしてねアバンストラッシュかギガストラッシュどちらかでしょう。いやこれは凄まじい出来だ。このね大地のね感じもいいね、この床のこのひび割れぐらい具合、まあ戦闘中の感じですよね。うん、いや造形もいいね。早速ねこれちょっとね鞘の方を取り付けてみたいと思います。まあ一応ね鞘の取り付けはここの穴、ダボとこちらの穴ですね、これをこうつけるんですけど、まずベルトをねこう下からくぐらせる、でここでカチッと、はい、入れます。でこっちのベルトをねこっちにもね胸のところに穴開いてるんですよね、うん、画像じゃ分かりづらいけど、ここにクッと押しつと押し込む、はい、そうすることで完成、はい、こんな感じですね、はい、やっぱ鞘がね入ることでもう情報量が増すんでね、やっぱ全然違うね。じゃあもう一つの鞘をね取り付けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。やっぱこのね終盤戦の方のこの鞘の方がかっこいいですね。はい、ということでね、まあ、とりあえずねこちら発光ギミックがあると言ったじゃないですか、そちらをねちょっと試したいと思います。こちらにね端子の差し込む場所があるんでね、はい、取り付けて発光させてみたいと思います。多分これね取り付けたらすぐ点灯するタイプですね、スイッチとかないですね、はい、じゃあちょっと差し込んでみましょう。はい、ではねこちらの USB ケーブルを取り付けたいと思います。ここですね、はい、ここに挿す、はい、そうするとね、まあ、どこが光ってるか分かりますかね、うん、ちょっと明るいんで分かりづらいですよね、ほんとね一部ですね、ここの、はい、ドラゴンの紋章が光ってます、はい、ここだけなんですよ光るのまあそれだけのための発光ギミックっていうね、うん、まあ贅沢な使い方っていうのかなはい、でこちらね USB ケーブルはねあのちゃんと、付属のものを使わないと光らないですね。同じ穴のタイプのケーブル C タイプ使っても光りませんでした。はい、なのでね規格があるんでそちらをちゃんと確認してね取り付けてください。まあ、一番いいのは付属しているケーブルを使うのが一番かと思います。うん、まあ、とりあえずちょっと暗くしてみましょうか。はい、
こんな感じでね、まあ、暗くするとねより分かりやすいですよね。ほんとここの手の甲の一部だけが光っている。まあ、ある意味新しいよね。はい、ということでね、今回はね、ことぶき屋限定のね、ドラゴンクエスト大の大冒険から主人公の大デラックス版、はい、こちらをご紹介させていただきました。まあ、大の大冒険好きだったらね、まあ、確実に、手に入れておきたい一品だと思います。はい、最後はね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。